はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、 Gゴーレムというね、テーマが新規実装されまして、こちら使っていこうかなというふうに思っております。ブレインズではアースという、まあ、AI が使っていた、まあ、キャラクターカードの群でございまして、リンクテーマはですね、サイバースリンクテーマなので、まあ、結構ねサイバースと合体させて使うと、楽しいことが起きます。で、メインデッキのですね G ゴーレムはね2種類しかいないんですよ。はい、なので、まあ、サイバース他の、ね、サーキュラーとか、これ残機と今回組み合わせしまして、残機とか、あとマイクロコーダーとか、あのパラエクシードとか、こういうね、あの汎用的なサイバース展開カードたちと組み合わせると、まあ展開が伸びていくので、まあ、これを使っていこうかなというふうに思ってます、今回は。でですね、G ゴーレムのすごいところを先にお伝えしてるんですけれども、展開力がすごいです。まず、クリスタルハート、 G ゴーレムクリスタルハート、これサイバースの汎用カードになるんですけども、墓地の地属性リンクモンスターを特殊召喚できるよっていう効果がありまして、地属性だったら何でもリンクモンスターっていいので、例えばトランスコールトーカーとか、それからまあ今回新規実装されているメインヒルとか、まあ、トライゲートウィザードみたいな、こういうモンスターをまあバンバン蘇生していけると。で、蘇生した先の地属性リンクモンスターが打点が、アップして2回攻撃できて貫通能力を持つということが、書かれてまして、これめちゃくちゃ強いんですよね。だからまあ例えばトランスコード、打点アップしつつ、600と500でめっちゃ打点アップしつつ、貫通能力を得るみたいなことができるんですよね。で、さらにですね、この G ゴーレムスターバンメンヒルっていうモンスターですね、これが墓地からの特殊召喚に成功したときに、墓地の通召喚可能な地属性モンスターを特殊召喚できるよっていう効果があるから、スタバンメンヒルをクリスタルハートで蘇生したら、リンク3分稼げるみたいな感じです。はい、だから展開力はめちゃくちゃすごいんですよ、ここが。でね、じゃあフィニッシャーは誰なんかっていう話なんですけど、 G ゴーレム君のフィニッシャー、あのね、まあ、とりあえずこの G ゴーレムインバリッドドルメンっていうモンスターと、あとね、G ゴーレムはですね、トリリトンっていうモンスターがいるんですけども、これです。あのね、あんまり強くないんだよね。マジで、硬いだけなんですよ、基本的には。例えば、G ゴーレムインバリッドドルメンの効果は何かっていうと、このカードがモンスターゾーンに存在する限り、自分のフィールドの総合リンク状態のモンスターは、相手フィールドで発動したモンスターの効果を受けないっていう効果ですね。はい、まあ、これは硬いんでかなり強いです。で、攻撃可能なモンスターは攻撃しなければならない、一旦に一度手札からサイバーステッドワンドローを、総合リンク状態のモンスターが破壊されたら、お相手フィールド上表が少々カードの効果無効されるっていう効果なんで、まあ結構強いんですけども、はい、硬いだけなんですよ、マジで。だから相手ターン硬いだけのデッキはさすがに勝てないです。なので、まあ他の妨害を用意する必要があって、まあそこを何にしてるかっていうと、今回は例えばトライゲートウィザードの総合リンク3の効果で無効効果発動していくとか、まあ、ファイアウォールのバウンス効果とか、それからあれですね、あの超解除、これ残機の、展開も一応していけるんで、まあ、超解除打ったりとか、あとマイクロコーダーで持ってこれるサイマネットコンフリクトでカウンタートラップ構えたりとか、まあ、こういう動きをね基本的にはしていこうと思ってます。で、このデッキの弱点は何かって話なんですけども、まあ、墓地メタめちゃくちゃきついです。だから石図とかのギミックめっちゃきついんですよ。あの対象、蘇生対象がなくなるんで、はい、終わりです。墓穴とかもきついです。あの超解除打てなかったりするんでね、まあ、打てないっていうか、あのラプラシアンが出せなくなっちゃったりするんでね。なので、まあじゃあどうするかっていう話になってくるんですけども、まあちょっと墓地メタカードをあの入れるしかなくて、まあ例えばね、まあ今回ちょっと多めに採用してみましたけど、嵐とかね、あとまあスカルマイスターとかでもいいかもしれないですね、これね。うん、まあそういうなんか墓地のカードに触ってくる効果を無効にする効果があるような、モンスターを採用して、まあなんとかケアしていくしかないかなという感じですね。はい、まあ、展開力自体はものすごいので、この G ゴーレムペブルドックっていうモンスターが分裂して2体になったりとか、あとこのロックハンマーの効果でサイバース捨てるとレベル4になれて、しかもこいつリリース捨てるとトークン3個出るっていうガチでやばいこと書いてあるんで、まあこの辺の展開力を使って横にいっぱいモンスター並べていって展開していくようなイメージになりますね。はい、早速、展開力見せていきましょう。 G ゴーレム3期のデュエルスタンバイ。さあ、圧倒的展開力というサイバース族デッキの圧倒的展開力というものを貴様にお見舞いしてやるぜ。まずは G ゴーレムペブルドックとかいう意味やからモンスターを召喚、効果発動分裂。
何レベル2は2体ギガンテックスプライトか、あ、かっこサイバースしか出せません。で、茶番すいませんでした。まずは、ですね、これはですね、エメラルドスプラッシュ出して、エメラルドスプラッシュ効果発動。自分の墓地に存在しうる、Gゴーレムペブルドッグを特殊召喚。マジで、お前誰みたいなとこあるよね。お前誰と思った言った方すいません。マイクロコーダーと、ペブルドッグで、リンク召喚。あらあらろ。このとか、インバート。インバートリンク召喚成功時。チェーンこれを1にして発動して、チェーンこっちを2で発動。マイクロコーダーの効果により、サイバーネットを魔法トラップカードを1枚サーチながら、自分の手札から、なんかある。え、このタイミングでなんかあるんだけど、何これ、このタイミングって何、墓地メタ、え、そんなことある、このタイミングで光るやつ、全くわからん。ちょっと待ってくれ。なんだちょ、マジでわかんねえな。まあとりあえずちょっと一回サイバネットコンフリクト持ってきていいか。うららとかやったら普通に打ちどころ、あ、打ちどころないか、打ちどころない気がするな。いや、あるな、ペブルドッグにあるわ。わかんねえ、やべえ、ちょっと相手のなんか持ってる誘発1ミリもわかんないんですけど、どうしたいですかこれ。なんかちょっと誰か教えてください。グラビティバランスを発動。グラビティバランスの効果により、 G ゴーレムペブルドッグを特殊召喚。プルリッポイン、プルリッポイン。わけわかんねえなこれ。わけわかんねえなこの謎の効果。こちらに地属性のねモンスター、同盟モンスターを2体特殊化するということで、やばいことが書いてあるカードです。はい、で G ゴーレムスタバンメインヒルとか意味わからんモンスターだし、そしてスタバンメインヒルとスプラッシュメイズでリンク召喚。優作とかいうネクラキャラクターからパクってきたカードを一回出すぜ。リンク4、元禁止カード、ファイアーウォールドラゴン。主人公カードなのに禁止になったことがあるとかいうヤバいカードですね、これは。そして G ゴーレムスタバンメインヒルを墓地より特殊召喚し効果発動。このカードが墓地から特殊化成功した場合、自分の墓地の持続性モンスターに対応、特殊召喚することができる。ペブルドッグ過労死。何回出てきたんだな、ペブルドッグ。なんかマジで盛らずになんか6回から出てきそう。さあ、これが G ゴーレム最強兵器、 G ゴーレムインバリッドドルメン。召喚ムービーあるんですよ、かっこいいでしょ。ちなみに一応サイバルとかオフィット持ってきたので、妨害数的には1妨害ありますね、このトラップカードでは。で、前だと、ファイアウォールのバウンスですかね。はい、今こんだけぶん回してめっちゃ強そうな動きしてますけど、2妨害です。いや、もうめちゃくちゃ妨害数、あ、キモ、めちゃくちゃ妨害数少ねえなって なるでしょう。そうなんですよ、あれね、G ゴーレムの、ね、弱点は先言っとくんですけど、展開力結構すごい代わりに、あの最終的なに出てくるモンスターが硬いだけなんですね、これ。これちなみに今相互リンクじゃないですか、全部がモンスターなので、モンスター効果受けません、フィールド上で発動したスタバメイルの効果でね。ちょ、セアミンこれバウスした方がよくない、セアミンからね動かれると、もうなんか墓地あまりにも超えすぎるんで、さすがにこれ戻した方がいいと思うわ。召喚機は使ったもんな、これ緊急テレポートって言われたら、サイバルってコンフリクト行くわ、キモ。あ、いや、でも、墓なるわ。大丈夫だ。うわ、アギド！ハンドコが強い！まあ、でも、さすがに、これ、無効にされるとマジで無理だから、まあ、バービリオンデクレーラーを、墓穴でバチコリと無効にしていく。で、バンサ通る。で、白雪があと、墓地にいいんだよな。白雪。で、アギドも落ちた。いや、これね、墓地から発動する効果あんまないんで、墓地肥やしまくられると結構きついです。普通に。というわけで、コンフリクツ！うわー！墓地肥やしはストップ！これで光の援軍って言われて世界が終わるみたいなところまでは聞いてないんだけど、これ、白雪のコストもないので、まあ、出せないんじゃないですかね、これね、白雪多分。さあ、召喚機を使ったハンドコスト3枚で何ができる？え？おー！よし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 。まさ、あ、そのぐらいしかできない。白雪除外し終わったのか。いや、さすがにね、まあ、言うて3妨害でしたけど、まあ、刺されましたね、妨害が。はい、盤面硬いですし、これ。まあ、一回こうして、はい。で、地ゴレ出していく。で、地ゴレ効果で、スタバンメイン切る。で、効果発動。墓地から特殊召喚に成功した場合、
G ゴーレムペブルドッグを特殊召喚することができるぜ。うおー、これは向こうだね。そしてリンクさん、トライゲートウィザードリンク召喚。あ、ちなみにこれアクセスとかでも多分勝てます。はい、普通に。でトライゲートウィザードの効果発動、相手のカードをゲームから除外し、そしてバトルフェーズに行こう。ちなみに G ゴーレムクリスタルハートのリンク先の持続性リンクモンスターは一度のバトルフェーズ中に2回攻撃できる。うおーっつれーあ、正直言っていいですか、このアクセスでも別に勝ってます。あ、ちなみにあのこのデッキで、ね、高校取った場合はね、まあ、あのアップデート邪魔アクセスとかすればいいんで、あのあんまり G ゴーレムの動きしないんですよ。そんなには、あの展開には使うだけなんで、だからまあ先行で、まあ、硬い場面を作るときに使う感じなので、なんか高校用のなんかリプレイはあんま取れないような気がするな。はい、と思ってるわ。はい、まあ、高校取ったらね G ゴーレムは、あ、なんかあんな高校取ったら G ゴーレムはアクセスでぶん殴ればいいので、基本的には、まあ、サイバースだからアップデート邪魔アクセスが一番強いじゃん。ドローランドロックはキモ、ゲロキモなんだけど、いや、まあでもユーディスもう超解除サーチしたし、そんな手札加えることないか、そこまで刺さんない気はするか。一回ちょっとリン繰り出して、でダイヤ召喚してからダイヤ効果発動してサーキュラーで並べていく。あれですね、超解除を打ちたいんでシグマ除外されるとちょっと無理なので、ダラン一応した方がいいかな。2体のモンスターでダランする。こうするとシグマがあのフィールドから墓地を置かれたことにならないから、あの墓地にちゃんと送られる。シグマはね、あの墓地蘇生効果使っちゃうと基本的にはあのリンクサインしたらどっか行っちゃうから、まあ、そこがちょっと若干ね、もあの問題点ではあるんだけど、まあ、とりあえずインバート出すで、インバートリンクショック成功効果発動、自分の手札からサイバース展開できるので、ペブルドック特殊召喚。ペブルドックめちゃくちゃ仕事すんな、ペブルドックめちゃくちゃ仕事するわ。で特殊召喚、はいじゃできればね、あっちのロックハンマーなんか手札に全然来ないんだけど、ロックハンマーも見せたい。できれば基本的にはロックハンマーの方が強いです。なんでかっていうと、あの1枚が3枚になるからですね、性能上。だからペブルドックは1枚が2枚になるけど、ロックハンマーは一応1枚が3枚になるんで、めちゃくちゃに強いといったところ。これインバートとかの効果出していくと、ね、かなり強いんですけど、行くか、誰やねん、誰やねん展開行くかうわっ、ジゴレムスタバンメイケル、お前誰だよってお前誰やねん感がすごいが、ここと、これやな。で、トランス、はい、で、トランスコード効果の効果発動。トランスコード効果は自分の墓地の、リンク3以下のサイバースを特殊召喚できるため、スタバンメンヒルを特殊召喚。そして、スタバンメンヒルの効果を発動。特殊召喚に成功した場合、あ、墓地からの特殊召喚に成功した場合、自分の墓地から持続性モンスター一体を特殊召喚することができるぜ。ペローン。ほっ。そして、さすがにちょっと、妨害は残した方がいいと思うので、ですね、ちょっとですね、これ、ね、とりあえず G ゴーレムインバリッドドルベン出すじゃないですか。で、もったいねえけど、しょうがねえな。G ゴーレムクリスタルハート出しても意味ねえもんな、今の。だからちょっと、ここ、これとこれ。なんかもうちょいうまい回し方ありそうだった。なんかモンスター減っちゃった。まあいいや。こう。で、ファイヤーウォールドラゴンをリンク召喚するぜ。そしてカードを1枚セット。カードを1枚セット。これでターンを終了だ。ちなみに、インバリッドドルメイは総合リンクの場合、そのモンスターたちは相手フィールドで発動したモンスターの効果を受けない。最強一応1、2、3、4妨害ぐらいはあるかな。盤面では増殖水準を抜いてね、あ、双剣ね、なんか珍しいですね、双剣。もう今この環境で双剣使うって、双剣相当愛してるんだな。あ、もうなんか石津ギミックとかさ、ルーンギミックとかスプライトとかめちゃくちゃ新しいからデータとかで、未だに双剣使ってるのは結構愛を感じますよね。ちょっと増殖する字売ってます、売ってますよ先生。スウェンスウェイ、まあ、ここに売られって言われたら、まあしょうがないですね。シュオグアノアイデュエスウェヌエ、オッケー。
まあ、ここまでは様式日。高穴持ってるかどうかちょっと確認したかったんですよね。超会場がね、打てるんで、ここで。はい。で、墓穴持ってますかと。はい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 。ないね。はい。はい。はい。ラプラシアン。はい、ラプラシアン。バクター過去ダイアイリー。効果そう。オーバーレイユニットを2つ使って相手のフィールドのモンスターと相手の手札を墓地へ送っていく。おっと、ああ暗転か、いいカードを抜いた。そして、ダイヤを素案にしているラプラシアンは何、あでもこれ戻せばいいか。はい、帰ってください、さよなら。ちょっと暗転除外されるとめんどくさいんだよね。はい、さよなら。はい、ありがとうございました。対戦ありがとうございました。さすがにこんだけ妨害したらいけるわ。ああさあ、シグマ出して、あとはキル取ればいいので、ほい。で、こう。で、普通に雑にアクセスしてもいいし、クリスタルゴーレム出してもいいので、せっかくなので G ゴーレム、クリスタルハート出していく。G ゴーレム、クリスタルハート、こっち側にリンク召喚。ほい。そして G ゴーレムクリスタルハートのモンスター効果、自分の墓地の地属性リンクモンスターを特殊召喚できるぜ。うおトランスコルトーカーツエー。届いてますかね、これさすがに。バトルフェイス、ちなみに G ゴーレムクリスタルハートのリンク先のモンスターは貫通能力を持っている。うおさらにこのモンスターは一度バトルフェイス中に2回攻撃することができる。うおツエー。最強対戦ありがとうございました。あ、リンク4の G ゴーレム入れてないかって、あんなカードは弱すぎて抜いた。ちなみに超会場ギミックと蘇生ギミックがふんだんに入っておりまして、あの石津ギミックめちゃくちゃきついです。石津とかいうカードもうやめにしないか。あれさ、しかもさ、なんか墓穴とかあんま意味ないんだよね。なんか除外して発動されるからさ、なんかもうなんかわらしガン積みとかそういうレベルのことしないとなんかもうきつい気はしないでもない。結構、いや本当にマジで石津ギミックが増えるのであれば本当にわらし最強だから、あの誘発の中では、まあ、スカルマイスターでもいいか、スカルマイスターでもいいな、レベル4だからスカルマイスターの方がいいか、逆に言うとね、そういうのあるんですよね。いやマジでね、流行ったらあのこのね、この石津ギミックがもう本当世界が終わるレベルでやばいんですよ。はい、もう多分結構きついが、ムドラ、開けるべく落とされて、で、ムドラ、はい。で、墓守の罠、置いてくる。激、無理やって無理やって、それは蘇生できないときついよ。嵐打てんのこれ。ああ、侵食、まあ、嵐、もう打つしかないか。打つしかないわ、もう打つしかないが、墓地のカード除外できない、墓地からモンスター蘇生できない、墓地のカードの効果発動できない、いやー、お生贄もあんの。無理じゃね、いや無理、無理すぎないかな、これ いけんのかな。一応これ試合にかけてサーキュラーからもう一体出せるところまで行かないといけないですよね、多分。キモちょっと待って、ちょっと待って、やばい、ちょっと温存したら恨めてた。さすがに新色だけ殺した方が良かったやつ。ちょっと待って、サイバレットコンクリフトしかなくなりましたけど、私。やべえ、もしかして俺これ新色ミネルバペイトに負ける。いや嘘でしょ、ネクロバレー無理すぎ。いやネクロバレーマジで無理すぎ。コズミック再起の積まないと勝てん。